ここに行きます。タタ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 はい、若手の男たちで集まって、まあ、ライブとか歌って踊ってとか、あとはまあ役者だから役者としてプラスアルファ何か見せれるもの、それぞれの特技であったりとか、ざっくりなイメージで話をもらって、多分みんなでどういうことって最初なったような気がします。だから一発目のスーパーライブに関しては本当に自分たちでいろんなやりたいことであったりとか構成であったりとかを自分たちで考えて、もうなんなら演出もして、だからその時一発目は川原一馬が演出っていう立ち位置にも入ってやってたんですよね。まあもちろん不安の方がめちゃめちゃ大きかったです、正直言うと。まあ、でも期待の部分ではみんな何をするんだろうなとか、それぞれがどういう特技を持っていてとか、そういうのを、まあ、特に僕ら俺ら世代よりも下の世代の子たちがどういう個性を持ってるのかっていうのを知れるいい機会だなっていうのが、まあ、期待プラスの面で、どんなんだろうっていうのが大きかったですね。なんかあんまりその試合については分かってなくて、でも参加させていただいて、でも先輩たちとついていけるかなみたいな不安とかのが、ダンスとか歌とかもやったことないんで不安とかのがありました。そのテレビで見てた方がもう同じ空間にいて一緒のレッスン受けてて、芸能界入ってすぐそういうことがあって、そうですね、でも嬉しかったです。で、なんだろう、すごい刺激を受けました。大変でした正直言うと。っていうのも、まあ本当毎年で申し訳ないんですけど、特にやっぱりみんな一番大変なのは年末のスーパーライブなんですけど、僕がちょうど毎年年末ドラマの撮影だったりとかで本当に忙しい時期が重なっちゃって、だからその CIA のリハとかもあんまり出れない中、まあ、本番迎えたりもしてたから、まあ、これあんまり言えないかもしれないけど、スーパーライブ1回目も2回目もそれぞれ2日もあるかないかぐらいで本番やってたからまあもちろんね、合間一人で動画見て振り覚えたりとかはしてましたけど、みんなに助けられながらなんとか本番迎えてステージ立って、もうやるしかないって感じでしたね。まず最初 CIA って何のためにやるんだろうってとこから僕は何だろう思ってて、だけどそのやっていく中でやっぱダンス歌だったりとか、あと先輩たちとの交流の中で、そうですね、まず僕の中で一番良かったと思うのは、その先輩たちと関われる中で仲良くさせていただいたりとか、先輩たちからアドバイスとかいろいろ教えていただくことがあるので、その中で自分の中でどうやって考えていったりとか、どうやって努力していったりしたらいいのかとか、そういうことを考えられたのが良かったなと思っていて、その CIA っていうファンの方と交流するファンの方にとのそのパフォーマンス、それだけじゃなくてその舞台とかドラマとかそういう仕事のための一つの
そうですね、手段というかものになっていたのでというふうに感じていて、ですね、CIA に参加させていただいているというのは本当にありがたいことだなと思っています。まずは本当に普段応援してくださるファンの皆さんへの感謝の気持ちを直で伝える場であり、どれだけ応援してくださってるのかっていうのを体で感じることができる場だなと思ってます。あとはみんなが、なんて言ったらいいんだろうな、みんなでも本当に同じ事務所の仲間たちの成長をもう直で直で感じられる場だなって思いました。今までまあもちろん僕同世代メンバーとかカズマとかキドとかそのメンバーはもちろんある程度は分かってるんですけど、そのメンバーですら、あ、もうこんなんだろう、こんな風に成長してんだなとか、なんか頼もしいなとか、下の子たちも昔一緒にダンスレッスンやってあんなに踊れてなかったのにもう今めちゃめちゃ踊れるじゃんとか、CIA のちょっとしたイベントの中でやるエチュードとかでこんなお芝居できるんだとか、なんかそういうのを何度も何度も感じる機会だったなと思いました。今日は何にもなかった部屋で、そうですね、どんなものだったんだろう、なんか責任っていうものをちゃんと背負ってやろう、やらなきゃいけない、やるしかないって思ったこの CIA の4年間というか活動でしたね。やっぱり一応真ん中に立たせてもらって、みんなを代表して挨拶をしなきゃいけなかったりだとか、もちろんね、普段の役者業の中で主演とかいう経験もあるんですけど、それとはなんかまたちょっと違うというか別というか、チームとしての代表って言っちゃうとあれですけど、そんな大げさにはあんまり捉えるつもりもないし、そんなみんなを引っ張れたわけでもないのでですけど、ちゃんとそういう自覚を持ってやるしかなかったやっていっていけたのかなって思う、この4年間だったかなと思います。めちゃめちゃありました。やっぱあんまりそのね、リハーサルとかにも参加できてないのに、その中で中心に立ってやるっていうのが本当正直言うと みんなに仲間たちに申し訳ないなって思いながらやってる部分もあったので、でももうそこは割り切って、だからこそ真ん中に立ってちゃんと責任を背負って、しっかり胸張ってやらないといけないなって思いでやってましたね。今回ラストライブということで、俺もあんまりその普段応援してくれてるファンの皆さんと直に会う機会が多くないからこそ、こういう機会があった時にすごく皆さんの、なんだろうな、まあちょっと言い方は大げさかもしれないけど、愛を感じられる。特に年末のスーパーライブに関してはそれを本当に大きく感じるから、皆さんにも盛り上げてもらって、僕らが、もちろんお金をいただいて
やっているものだから僕らがその分ちゃんとそれ以上に返してあげなきゃいけないんですけど、うん、それ以上に結局もらっちゃってるなって毎回思うからこそ少しでも何か返せたらなって思いで毎回毎回みんなに対して感謝しかないんですけど正直言うと感謝しなきゃなじゃなくて感謝したくなるような場だったからもう本当に感謝以上のものはないなって思うって区切りではあるんですけど僕の中ではもういつも通りです、うん、しっかり楽しんでファンの皆さんと仲間たちと盛り上がっていつも通り感動して楽しく終われたらいいなと思ってます。だから最後だからどうとかはあんまり考えてないです。